明治ホールディングス明治明治ミルクチョコレート明治ミルクチョコレート明治ミルクチョコレートは株式会社明治が販売しているチョコレートブランドの一つ1926年9月13日から発売されているロングセラーである愛称ミルチ明治製菓は1916年に創立され1925年に川崎工場を竣工すると その翌年に明治ミルクチョコレートを誕生させる。当時は、西洋菓子がまだ高級商品として扱われていた時代であったが、ライバル企業の森永製菓が、一足早く1918年に森永ミルクチョコレートを発売していたこともあり、同社もそれに習う形で、西洋菓子の普及を目的として、明治ミルクチョコレート以外にも、カルミンなどの新製品を投入していく。 ミルクチョコレートという製品自体では森永製菓に先を行かれた格好にはなったがその分明治製菓は1957年に従来のミルクチョコレートより厚めの明治ミルクチョコレートデラックス1967年発売の明治チョコレートハイミルク1961年に発売されていた明治ブラックチョコレートのリニューアル1971年には 明治チョコレートストロベリークリームといった製品を多数投入しバリエーションの拡大を図るとともに CM のキャッチフレーズとなるチョコレートは明治というイメージを決定づけることになった。明治ミルクチョコレートと明治ブラックチョコレートはベルマーク運動参加商品となっている。新ブランドロゴの導入に伴い2009年9月に38年ぶりと なるデザインリニューアルを行った。現在のパッケージが6代目となる。明治ホワイトチョコレートチョコレートは、明治1966年から泉拓が作詞、作曲を手がけた、チョコレートは、明治の CM ソング、明治チョコレートテーマを放映し続けていることで、知られるが、1980年の発売55周年記念キャンペーンには、 石坂工事を起用した CM を放映している。また1996年の発売70周年記念キャンペーンでは今井美希を起用した CM が放映されている。またクリスマスバレンタインデー近くには通常の CM とは別のタレントを起用した歌詞作り反則キャンペーンを行う。明治大阪工場の巨大看板2011年2月8日。 明治製菓大阪工場に大型のミルクチョコレート型の看板ビッグミルチを設置。大きさは縦27.588メートル横165.946メートルでプラスチック製パーツ42枚を使用した。明治ミルクチョコレート約38万枚分になるという世界最大のプラスチック製広告看板としてギネス世界記録に申請中。設計 思考は大成建設が担当。東海道本線の摂津富田高月館や阪急京都本線の富田高月館の車窓北側から一望できる。ありがとうございます。